どうも、芸人×プロスピエスでございます。吉本芸人大野隆と申します。よろしくお願いします。さあ今日はね、まあ、タイトルにもある通りなんですけども、涌井さん、涌井投手ですね、涌井投手使ってみた動画になります。はい、大会でね、通用するのかどうか、ちょっとね気になってたんで、やってみたいと思います。でアニバでもね、メインの方は無料10連とかもしくは累計とかもしあったらね、もし手に入れられるんだったら涌井さんを狙うと、いう感じでいきたいと思います。はい、ガチャはねサブの方では回すと思いますけど、メインでは回しません。はい、ということでね、スピちゃん今日最終日です。いきましょう。はい、相手の方ねめちゃめちゃ強いですね。打率がもう4割近くで勝率も8割近く、ということでかなり強いですね。はい、ちょっと涌井さん強すぎて心配ですね。さあ、大会ももうこれで最後なんで、まあ、なんとか勝ちたいな。でも、まあ、田口投手とあんま当たらないけどな。あーべ、ミスった。これはでも打てるんじゃないかなと思っちゃうけど。今の絶対ホームランにしなくちゃいけない球だよな。はい、ツーシーム持ってんだよね、それね。いや、これは俺打てるんじゃないかなと思うんだけど。わずかに外れてボール、ボール先行です。2杯決まります。4球目は何で来るか。あ、そう、この打順ね今日で終わりなんで、明日から新オーダー組むんで、いろいろ新しい選手入ってくるんでね、まあ、ラストですね、このオーダーも。1番坂本、2番丸、3番柳田、この打順僕に気に入ってましたけどね。これダメだ、この打順気に入ってたんですけど、まあ、やっぱり変えないとなと思ってるんで、いい選手が入ってくるんでね、まあ、明日からね期待しててください。さあ涌井さん、この動画の肝ですよ。コントロールと強打者出てるよ。大会だったら通用するんじゃないかなと思うんだけど、逃げのスライダー、配球によっては僕いけるんじゃないかなと思うんですよね。で、やっぱ高速シンカー、今年好調の秘密、高速シンカーですね。 OK、センター。高速シンカーをね、うまく使っていきたい。いや、高速シンカーね。サークルチェンジはもう絶対打たれ、嘘でしょ。うわ、最悪最悪。まあ、しょうがない、今の1点はしょうがない。中地を抑えたい。やっぱ西武の同僚ですからね、中地を抑えたい。やっぱ中地は西武だよな、巨人じゃないよな。センター、涌井さんどうしようかな。何投げようかな、スライダーでいいかな。お客がいいよ。いや、嘘でしょ、なんで。ずっと打ち取ったと思ったんだけど、ね、ここはね、ちょっとシンカーを、ここら辺、ボールのシンカー、振ってこい、OK よ、ナイス、OK、いや、不用意すぎたな、1球、これはちょっと不用意な1球すぎた。さあ、原さん、これはちょっと打ちたいな、田口投手。なんだよ、なんでやねん。今慣れない関西弁出ましたけど、なんでやねん、おい。あー、やべえ、ミスった。これ今日ちょっとひどいな。頼むぞ、ティゴちゃん、この子さ、田口投手の使い方うまいよね。やっぱね、上手い人はね、どういうピッチャーですけど、まあ厳しい時はあるんですけど、
うまい人はね抑えられるんですよ、ある程度までは。これが4球目、力のあるストレートですよね。オリックスバファローズ、ストレートがストライク、ツーボールツーストライク追い込んでいます。はい、中への変化球外れました。次ツーシーム来るんじゃないかな。あーこれダメだ、うん、おい何今のちょっとここは真っ先だかはちょっとストレートで、内防内防でしょこれ。え、うわーマジか。いやナイスボールだったけどな今。ここ一回詰まらせますか、高速シンカーで。もう打ち気になってるもんね。もうサークルチェンジでちょっと打ち気をそぐ、緩いボールで来ました。でスプリットかなやっぱり。 OK ゲッツ。いや涌井さんいいね、ローレンナ。やっぱね涌井さんね結構作り方によって使えるんだよな。ランク戦厳しいとかっていうね意見もやっぱあると思うんですよ。でやっぱりその涌井さんやっぱ変化量がねあんまり多くないんで、変化球の球種は多彩なんですけど変化量がやっぱちょっと少なすぎるんでやっぱ使いづらいっていうのもあると思うんですけど、まあでもねこういう風にねボール球をね結構使っていけば相手も結構打ち気になってくるんで涌井さんの時は。いやなんでこれがヒットになるんだろう、なんでわけわかんないんだけど。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはしっかりしのいで反撃を待ちたいですね。ここでジャイアンツ代走を受けます糸井さんだ。しかも日ハムユニフォーム。初球は何で来るか。オッケーオッケー、いいよいいよ。いやあのシット以外抑えてるじゃん涌井さん。まあでもヒット6本か、はい、ちょっとここはここでマジで打ちたい。変えてきました。ごめっちゃ行こう。左ピッチャー打つのは君だよ、うん、やっぱねボール球をうまく使うっていうのは、ね、肝ですね配球。いやーこれ抜けない。じゃここはちょっと一発打つために田舎っぺ大将で行こう。バッターボックスには代打の岡本。まあ、ちょっと田舎っぺ大将でやらさせていただきます。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。田舎っぺ大将いけると思うんだよな。改めて集中していきたい場面です。いや全然ダメじゃん。え何なんだろう。ここはちょっと甲斐選手だな。甲斐選手右バッター打ちやすいからね。この回のファイターズ打線ですが勝った3回2アウトになっています。うわもったいない。見事なピッチングと言っていいと思います。はいそうですよね。おいやるせー、ありがとうございます。嫉妬してくれたおかげでなんとか涌井さん3回まで投げれる、嬉しい。まず何を投げてくるか。はい、いいところへ決める。坂本ちゃん続こうよ。2球目は何で来るか。高めスライダー外れました。行こう。いやマジかよ、もう全然。あ、惜しい。誰よりも強く。はい、いいよ。低めに変化しました。行くぞ行くぞ。さあ5球目は何か。はい、熱戦。サラモッチャンいいよ。ツーシーム来い。 OK 入っちゃえ。うおー伸びていく。どうだ。そう、もうツーシーム来ないな。いやー見せた。うーん、やばいな。ヒット1本かい。涌井さん大丈夫かな。ここでファイターズ守備を変えてきました。まあでも涌井さんの企画なんでね今日はね。これから3回の裏ジャイアンツの攻撃、バッターボックス。ここはねやっぱスライダーが肝だよね。これ振ってくれると嬉しいんだよ。そうこれね振ってくれるとねやっぱありがたいっすね。で今度はしっかり抑えたいところ、この高速シュート。ファイターズ同点で迎える。これ振ってくんないな。あ、振ってくれた。 いいよいいよ。で、うわ、片道。ちょっとここに詰まらせたいなというシュート。さあ、ここはどういったシュートでしょうか。ちょっとここに詰まらせたいなというシュート。さあ、
最初は変化球持ってきました。ストライクで高速シンカーをシュート気味に投げると。あ、振ってこないね、やっぱね。でスプリットですね。OK、いいよいいよ。で、ここで意表をついてカーブをボール球に投げるんですよ。お、ナイス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 。音がいいよいいよ。意表をついたね。さあ、柳田。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。2アウトランナーありません。あー、なにこれ、うまいな、この人。大きい当たりというよりかは、こう、ちょいとね、まあ、牽制。牽制だよ、もう、今のは。ここ打ってくんないかな、振ってくれ。OK、OK、ナイス、スマルスター、OK、よろし。いいよいいよいいよ。ヒット7本で1点に抑えてるって奇跡でしょ。まあ、どっちともね失投だけどね。さあ、丸さん行こう。ピッチャー答え、まあ、ここ抑えられちゃったらもうヒットの数で負けてるんで、まあ負け確定なんで、とりあえず点取らないといけないね。ディクソン、ディクソンはね、ナックルカーブっていうより僕ツーシームを捉えることが肝だと思ってるんで、ツーシーム狙いでいきます。これ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 が肝だと思ってるんで、これ狙います。さあ、2球目は何か。入らない。ナックルカーブには手出さない。ツーシームを照準に。ケナバチェーよ。今ツーシームのタイミングで張ってたからストレートに反応できたんですよ。ここは勝負どころですね。さあ、なおもチャンスで満塁の局面。今のはな、今のは打てないな、うん、もう2ストライクだからナックルカーブにもちょっと合わせないとな。さあ、外してくるのか。これは変化球。ディクソンって結構俺使いにくいと思うんだよな。インコースの変化球見ています。次多分入れてくるんじゃない、ナックルカーブ。それは捉えたい。さあ、仕留められるか。おいおいおい、ナイスナイス。よくよく踏ん張ったわ。うっそだろ。うわうわ、セカンドナイスだね。初球は何から入ってくるか。はい、これね、これをね狙いたいんですよね。入ってる、うん、はい、変化球が決まっています。うん、だからナックルカーブかツーシームしかないよ、もうこれは、うん、次ね、多分ナックルカーブ入れてくるから、もう一か八かで打ちます。はいはいはい、ボールボールオフトーク。いいよいいよいいよ、ナイスナイスナイス。ペタちゃん、ペタちゃん行け。おい、変えてくる。デラロースデラロース絶対ツーシームでしょ、入り。おお、絶対ツーシームどっかで来るよ。ああ、終わった。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、涌井さんね、まあ失投がなければね、うん、3回無失点ということで、まあ良かったんじゃないですかね。まああのあとね、4回にスリーランホームラン打たれましたけど動画には載ってないと思うんですけど、まあ結構ね、涌井さんやっぱ大会では使えたかなっていう感じがしましたね。ちょっとね、ランク戦でもやっぱ一回使ってみようかなと思いました。はい、まあ、でもランク戦だとね、やっぱ反応打ちされることももしかしたら多くなるかもしれないですけど、またね、涌井さんランク戦で使ってみたい曲やってみたいなと思います。よろしくお願いします。ということでね、本日の動画以上となります。明日からね、新オーダー、はい、新しい選手入ってくるんで、ぜひとも見に来てください。で、多分あさってから2番始まるんですかね。うん、まあ、すごいね、楽しみな季節になりますんでね、ぜひとも皆さん、プロスピー楽しみましょう。この動画良かったと思う方、チャンネル登録、そしてグッドボタン、もしくはコメントの方、ぜひぜひよろしくお願いします。コメントの方すべて返信させていただきます。
ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。